レイゾンデイト、バックストーリーオブアダルツということでね、やりましょう。ゆずきさん、やるんですか？やるしかないでしょ。本当に本当にやっちゃっていいんですか？これはやったらまずいですか？で、知っちゃいけないこともね、やっぱりあると思うんですよ。そうですね、知らない方がいいこともあるかもしれないから、じゃあちょっとエグジットで終わりましょうか。今回からね、アダルト目線の話が始まる、この2人の目線で、うん、うん、じゃあエグジットから始まる。あ、手が滑った。裏から、ね、境界編裏いきましょう。In the beginning, God created the heaven and the earth. 闇が深淵の表にあった。神は光であると言ったように。ちょっと真剣に読もうとしたら読めなかったわ。こんにちは。隣に座ってもいいかな？え、どなた？称した少女です。どうも。どうも、こんにちは。少し話を聞かせてほしいんだ。神父様、その子は喉が潰されていて話せないんです。そうみたいだね。でも耳は聞こえているなら十分会話はできるよ。あ、喋ってもらおう。じゃあこれゆずきさんに。そうですか。精神的ショックを受けているようであまり反応はありませんが。なおのこと、罪の導きが必要。あ、罪じゃないわ、神だ。罪背負わしちゃった。あかんあかん。え、神の導きが必要だ。確かにそうですね。この子に神の導きがあらんこと。ポってなってんのかな。ポ、まあ、ルイズ神父ね、かっこいいからね、見た目は。大丈夫、何も心配はない。君のことは知っているよ。私はただ君を救いたいだけなんだ。この街では毎日のようにどこかで誰かが死んでいる。あまり治安が良くない街だからね。この病院はいつも忙しそうだ。と言ってもほとんどが柄の悪い連中の喧嘩、それに巻き込まれたなら不注意が不注意か不運だ。でも最近は奇妙で恐ろしい事件が街を賑わせているのは知っているかな。内臓を抜く、血で染まった悪魔がいると。ああ、襲われかけたのかな。君と君のお母さんはそれに出会った。君はいきなりロープで喉を締められ、お母さんは叫んだけど助けは来ない。みんなこの街の治安の悪さを知っているから。君のお母さんは自分が身代わりになるからと必死に懇願する。その悪魔はどうして君を生かしたのだろう。そう考えた時分かったんだよ。君が私に伝えるためだってね。神のご加護。殺したな、今。ゴキャって言ったね。うん。あ。やばい、変態だ。血で染まった天使。君はここにいる子たちと、どんな物語を見せてくれるかな。知った上で連れてきたんだ。ああ。レイゾンデイト、バックストーリーオブアダルツ。いやー、おもろ。おれー、ノワール。
思議ね。町の人からはこんな山奥に教会があるなんて聞けなかったのに、ロゼの後を追うと知らないとこまで知れるわ。まずは偵察ね。なるほど。これは集中できないよね、さすがに。あ、いるじゃん。え、本当だ。確か町にも教会と墓地があったわね。町の人たちはそこで葬儀をするとして、ここに眠る子たちはこの教会で亡くなったのかしら。これは同じかな、じゃん。まだ9歳の子だったみたい。子供の死はきついわ。子供のようね、少し気味があるよ。あ、下にもある。もともと共犯じゃなかったっていうことか、じゃあ。キャロル亡くなった日付がないのはどうしてかしら。今後死ぬ予定ってことか。うわ、えぐ。うわ。あらかじめ立ててんじゃん。ねえ、エリオット。全部子供のようね。うわ。このお墓にも亡くなった日付はないと。フレック、まるで隠してるみたい。怪しいわね。この好きだったんだ。あ、ファル。ファルか。こんにちは。あなたはここの教会の人？違う、確認してるだけ。そうだよね、これゆずきさんだったね。うん、俺だったわ。俺と俺だったわ。何を確認してるの？内臓。これ妹、内臓なかったのかな。そうだろうね。だから追いかければ、その悪魔の元にたどり着けるんじゃないかっていうことなのかな。だから探してんのかな。子供たち、このお墓には複数人の子が眠っているのかしら。子供ばっかり。じゃあ最初分かってないんだ。なるほど。内臓を確認してるって、まさかロゼの被害者の身内かしら。ロゼの、はあ、やってることは知ってるんだ。そうだ、こっち行ったね。なんでこっち行った。行けない、行くしかない。これは何、鍵がかかってるみたい。この程度なら開けられそうね。ロックピックを動かし解錠することができます。無理にこじ開けようとするとロックピックに負荷がかかり壊れてしまいます。位置を決め、負荷に気をつけながら回しましょう。え、ピッキングについて。どうやるんだ。あー、なるほど。はい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 。どうしたらいいのこれ。ずらせるんじゃないのかな、これ。なんか十字キーとか触れる。あ、ほんとだ。で、マースを押しながら、あ、深くかかっちゃうから、そこじゃないねっていう。なるほど。ちょっと待って。あ、こっちしか、こっちしか回る。動かせないのかな。あ、ダメだね。惜しいね、でも。うん。割と近いんじゃないかな。あ、来た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 。開いた。おー、そういうことね。これで君も、ピッキングマスターだ。少し、埃っぽいわね。ここは、教会の地下かしら。地下の存在を知っていたと。ああ、これがさ、最近作られたっていう壁のとこに繋がってんじゃないの。あ、ここだ、本当だ。壁？ここで行き止まりね。でもこの壁ぐらいなら壊せるわ。今のは叫び声？ロゼは危険な場所に来てしまったかもしれないわ。きっと助けが必要になる。これでロゼに会う必要ができたわ。偵察はもう十分。あ、勝手に進んでる。あ、ん？ロゼは私を
受け入れてくれるかしら。あなたのお母さんを殺した私を。え、殺したの？何の理由があって殺したんだろう。うん。さてと、いろいろ仕込みをしなくちゃね。神父様。あの、女の人が来てるんですけど、入れない方がいいですよね。一応待たせてますけど。エリオットはいい子だね。私が町に買い出しに行ってる間、約束を守って誰も入れなかった。こうして報告もしてくれる。はい、神父様との約束ですから。でも、新しい子を連れてきたのには少しびっくりしましたけど。あの子はロゼと言うんだ。みんな、きっと仲良くできるよ。エリオット、ありがとう。君に留守を預けて正解だった。信頼しているよ。はい、神父様の期待は裏切りません。そうだね。これもさ、エリオットの過去を知ってるから、こう言えばこの子は扱えるって多分考えてるんだろうな。いや、もう汚ねえ大人。きっと君は私の期待以上の働きをしてくれる。神父様、今何とおっしゃったのですか？君はとてもいい子だと言ったんだよ。さ、来客を出迎えよう。怖ー。大人って怖えな。こんにちは、神父様。旅をしながら医者をしているのですが、この雨の中迷ってしまいまして。お邪魔でなければ少し休憩させていただいてもよろしいかしら。この教会は町から外れ道もない。迷ったと言っているが、本当だろうか。お、え、キャラクターをクリックして情報を集めましょう。情報を集めたら、質疑開始ボタンを押してください。見つけた情報の数で会話内容、成功率が変わってきます。これはたくさん情報を得た方がいいんだね。そうだね。メンタリストについて。ダイゴさん。うわぁ。ルイスはダイゴだったんや。え、どこ？情報を引き出せ。まずは大きいですねっていう情報は手に入れるべきだよね。違う。落ち着いている。迷ったのは嘘。落ち着いた信用。うんうん。あ、いろいろタッチした方が、目とかさ。うん。真実なら、ロゼのためになる、うん、あ、そうだね、医者だから。突然現れた頭、あとは首、もっととか、うん、ナイフで切ったような傷。まだでも2個ぐらいありそうだよね。ね、おら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 。いや、そこばっかタッチしても出てこねえよ。え、でも、もうないのかな？なさそうじゃないか？腰のポーチとかも関係なさそうだよね。ね。うん、触れないね。次、開始するか。開始するか。君は医者だったね。少し病弱な子がいるから助かるよ。ところで名前を聞いてもいいかな？ノワールと呼んでください、神父様。気になることがあるのですが、神父様。先ほどお墓の方で白い服を着た男性に出会いましたが、お知り合い？白い男？ファルカ。それよりこの女、ここには偶然来たと言っているが違うな。一体何が目的だ？うわぁ！成功率。なるほど、クリックして情報を引き出す。まっすぐな視線。うん。うん。これぐらいなのかな。あ、あったあったあった。それとも偶然か。あとはなさそうかな。うん、うん、だね。よし。その男性は知りませんね。
この辺りに雨をしのげる場所はこの教会だけ。心配だが来るのを待ちましょう。そうですね、雨がこれ以上ひどくならないといいのですが。お、100%。やった。100%だ。大成功。追い返すのも立場的に怪しまれる。監視という意味で近くで見ていた方がいいな。今から町へ戻ると日が暮れる。よかったら今晩は泊まっていきなさい。ちょうど使ってない空き部屋もある。ありがとうございます、神父様。ではお言葉に甘えて。エリオット、彼女を空き部屋にお通しなさい。他にも人が来そうだから客室は開けておくんだよ。はい。こっちやで。あ、神父の部屋初めて見た。いい。ノワールはきっと邪魔になる。始末すべきか。いや、もしかしたらロゼへの刺激になるかもしれない。だとしたら物語を進めないとね。お、父さんもきっとロゼを気に入るよ。はあ、父なんだ、カーティスって。殺したんかな。うん。あえて隠すんだ。なるほど、わざとだったんだ。ちょっと見たいけど。本に書いてる教えは受け取り手によって見方が変わるもの。それは本だけじゃない。人に何かを伝えるときどう受け取るかは相手次第なんだ。父さんはワインが好きだった。この血のような色がお気に入り。ワインレッド、別名バーガンディ。この教会の名、単純。冷え込んだ日が続いてるな。ロゼの体調は大丈夫だろうか。病気で死なれてしまったらつまらないからね。つまらないだって。やっとロゼを迎えられた。寝るなんてもったいない。物語を見なくちゃね。今夜も綺麗な青髪を堪能しないとね。青髪？青髪ってあれだよね、あの僕どうなっちゃうんだろうって手紙残してた、この髪の色って青髪じゃなかったっけ。この教会の異変に気づいてなんか日記みたいなの残してた子。そうそうそう。僕が国会室だが誰もいないな。それでいい、ロゼが来た。これから忙しくなるからね。青髪を堪能しなくちゃ。堪能するの？こいつは何の目的でロゼを迎えたんだろうね。その物語っていうのが。そうだよね、気になるな。ここかな。あ、うん。見つからないんじゃ意味がない。ここならちょうどいいだろう。と疑念を持つ。その疑念が誰に向くか、とても楽しみだ。さて、そろそろロゼが目覚める頃かな。変態だ。そうか、そうだ。ロゼは病気なんだよね。ちょうど今日からお医者様が泊まることになったんだ。何かあったらその人に相談しなさい。さて、子供たちにロゼのことを知らせないとね。ほい。一人一人話すのか。そうか。ああ、キャロルが生きてる。生きてる。やあ、ベティ、新しい子が来たのは知ってるかな。こんにちは、神父様。ええ、知ってる。エリオットが不安がってましたよ。エリオットは新しい子が来るたびにああなるからね。ロゼと言うんだ。ロゼ。後で挨拶するといい。きっとこれから楽しくなるよ。そうなればいいけど。あ、てかベティがさ、せっかく同じだと思ったのに、仲良くなれると思ったのにって言ってたのってさ、ロゼも人殺しだったからってこと？なるほどね。やあ、キャロル、調子はどうかな。いつも通りつまらないわ、神父様。そうか。でも新しい友達ができるよ。それって神父様が連れてきた赤い服の女の子でしょ。私別に友達はいらない。その子がいてもいなくても何も変わらないわ。そうだね、
君にはベティがいる。でもあの子、ロゼはキャロルの欲しいものを持っているよ。どういうこと？私は今に満足してるわ。いつも通りつまらないのに。きっとロゼはキャロルを楽しませてくれるよ。神父様がそう言うならきっとそうなのね。もう起きたんでしょ？後でベティと挨拶をしに行くわ。どんな子なのかしら。内臓を食べる子です。美味しく内臓、あなたの内臓を食べちゃう子ですよ。あ、部屋にジェフはいない。キッチンかな。まあ、キッチンかな。同じこと考えるよな、そりゃ、ね。あ、エリオット、ぼーっとして何を考えてるのかな。神父様。あ、いえ、なんでもないです。そう、なんでもないんだ。ロゼのことだね。ここは孤児たちも受け入れてる教会だ。君やロゼのような未来のある子は放っておけないんだよ。分かってます。でもロゼを見る神父様の目は。エリオット、私をがっかりさせないでおくれ。君には期待しているんだから。くー、期待には応えます。だからどうかロゼよりも僕を見てほしいんです。もちろんエリオットを大事に思っているよ。それに信頼もしている。だからこそ、もし私のいない場所で何かあったら教えてほしいんだ。僕は神父様の耳と目になります。いい子だね。じゃあまずはロゼと話してみなさい。本当のことは胸に秘め、常に警戒すればいいのだから。わかりました。話しかけられたら話します。神父様、いろいろ吹き込んでいるんだな。吹き込んでいるね。さあ、あれ、グレッグいなかったよね、部屋に。グレッグいなかったね。いた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 。こんにちは。いやー、グレッグ、新しい子が来たことはもう知っているかな。あなたが俺に声をかけるなんて珍しいですね。知ってますよ、ロゼでしょ。他の奴らと変わらず接しますから安心してください。相変わらずそっけないね、私がずっと喋ってる。そう、俺も思った。俺いるかなって。いるよ、いるよ。本当はとても正義感が強く人思いなのに。ちょっとグレッグ頼むわ。そんなんじゃないですよ。俺はただ問題を起こしたくないだけです。まだ過去を気にしているのかな。別にそんなんじゃないです。過去と向き合うのはいいことだけど、それもほどほどにしないと君が壊れてしまうよ。それに誰かを愛することは罪ではない。ロゼを気にかけてあげてくれ。彼女はきっと君と同じで孤立するタイプだからね。ああ、ここにその過去に沿った言葉巧みに操って、さすがメンタリスト、ロゼと接させようとしてるんだね。あ、聖堂か。聖堂にいるのか。あれ、あ、いた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 。ジェフ君。ジェフ、これから夕食だというのに何を食べているのかな。神父様、リンゴだよ。リンゴなら太らないって言うし、夕飯まで待てないよ。夕飯は新しい子に挨拶をしてからだよ。新しい子知ってる。ロゼでしょ。エリオットから聞いたよ。あ、でもロゼの分、僕のご飯減らさないでよね、神父様。どうかな。礼拝の晩金だけでは少しきついかもね。あ、献金でした。そうなの。でも、神父様にもっと働けなんて言えないよ。すごく感謝してるんだ。何日も食べてない僕を救ってくれたんだから。ジェフはいい子だね。でもどうしようもなくなったら、前のようにすればいい。盗んで食えってことか。なるほど。そうだね。そうするよ。きっと後でロゼが挨拶に来るよ。会ってみてどうするか、ジェフ自身が決めるといい。うん。どんな子だろうな。楽しみだな。うん、後で食い縁を減らさなくちゃな。特に。ジェフ、君だよ。ジェフ、君のことだよ。怖い。さてと、夕食の準備だ。
さあ、みんな食事が終わったら部屋に戻るんだ。大雨のせいで少し肌寒いから、暖かくして休みなさい。お。素晴らしい手料理でしたわ、神父様。寝床まで準備していただいて感謝しています。これも仕事のうちだから、あなたがここに来たのも、きっと意味があるのでしょう。怪しんでね。ね。ロゼは病を患っている。患者と医者が同じタイミングで来た。神のお導きだ。ええ、そうですね。私と同じくあなたも仕事をしてほしい。あくまで、患者と医者としてロゼをお願いするよ。もちろんです。こう見えて腕には自信がありますので、安心してください。とても助かるよ。そうだ、コーヒーはお好きかな。先日町に行った時にたくさんいただいてね。キッチンにあるから、よかったら好きに飲むといい。では、失礼するよ。毒入れてる？このタイミングなのかな？もうこんな夜中か。ロゼは今頃、父の指を見つけ、不審に思いながらも、腹を満たしてる頃だろう。父さんが羨ましいよ。一番近くでジェフを貪ってるロゼを感じられるんだから。あ、悲鳴が。よくないな。せっかく想像していたのに、ロゼはまず喉を潰すから悲鳴なんて聞こえるはずがないんだ。あの子はもう邪魔かな。おっかいく。ロゼはまず喉を潰すからって、手口まで知ってるんだ。そういうことか。そうだよね。全然叫んだ感じもなかったもんね。うん。なんで手口知ってるんですかね。まあ、おっとここから行けるんですね。ここに繋がっていると。キャーって聞こえる。ああ、ここなんだ。なるほど。で、ここは開けれる。開いた。聞こえるね。一応調べてくる。ここで何をされてるかだよね。ね。この地下は本来、災害や戦争で避難するように作られた。今ではただの処刑場だけどね。処刑場。ここだね。やってもらおうかな。嘘、俺か。いや、やめて、来ないで。静かにしなさい。みんな起きてしまうだろう。誰か、お願い、助けて。手間のかかる。とりあえず静かにさせよう。だいぶうるさかったぞ。お、メンタリスト。開いた眼光。乱れた薬の効き目が残っている。パニック状態、手の傷、暴れた、ボロボロ、数日、一番新しい孤児。うわー、あとはなさそうかな。じゃあ棺、開始。すいませんでした。その手の傷、ボロボロじゃないか。逃げようとする体力も気力もあるのか。いや、もう殴られるのは。生かしておくなら薬の量を増やすべきだな。薬のせいで死なれるのは望んでいないが、逃げられる方が面倒だ。あ、全然増えねえ。増えねえ。ちょっともっといっぱい頑張ろう。うん、そうだね。話を聞く状態ではない。さっき口とかあったね。そうだね。怯えた仕草。あ、来た来た。華奢な体。華奢な体、抵抗されても問題はない。え、なんか一個ありそう、まだ。ありそう。もうないのかな。本当に大丈夫。これでパリーって出るのちょっと嫌だけどね。ね。行くぜ。
あ、大丈夫だった。あ、出ない。叫ぶだけの力があるなら抵抗してみなさい。私を返り討ちにするぐらいの生命力を。そんな、どういう意味？さあ、今が君の最後のチャンスだよ。ああ、もうちょっとだったな。サクセス。惜しかったね、うん。いや、お願い。殺さないで。何でもする。もう叫ばないから。時間切れだ。あ、喉かっきった。あ、出た。泡亀の少年。ああ。君たちはまだ薬が効いているみたいだね。さっきの子は一番新鮮だったから思ったより早く薬が抜けたのかな。今日は君たちと遊ぶ気分じゃないんだ。だからまだおとなしくしてるんだよ。くしゃみした。くしゃみじゃないよ。君たちはさなぎだ。羽化する瞬間を私に見せておくれ。私の目には父さんが幸せそうに死んだように見えた。その幸せをずっと探してる。ロゼならきっと。デイツー。あ、医務室も始めてた。本当だ。そろそろかしら。あ、エリオットだったかしら。おはよう。おはよう。神父様が呼んでるからキッチンまで来て。ジェフ。神父様、おはようございます。おはようノワール。朝からすまないが彼を見てほしくてね。ジェフ。これに対して何を思うかだよね。ロゼ食べちゃったのかって思ってたからな。うん、朝食の準備をしようとしたらこのありさまだったんだ。孤児は私の家族同然。なぜこんなことに。神父様、そんなに落ち込まないでください。ジェフはきっといつものように盗み食いしてたんです。罰が下ったんだ。エリオット、死者を悪く言うのはやめなさい。この手口、ロゼね。ジェフに抵抗した痕跡がない。素早く喉を潰し、目をあぐり、まっすぐ心臓を一突き、傷口からは無駄な動きが一切ない。きっとジェフにとっては一瞬の出来事だったでしょうね。ロゼ、そんななんかアサシンみたいな動きをするの。手だれすぎない。プロじゃん。殺しのプロがいる。神父様、今日の朝ごはんは何？血の匂い？ジェフ、何よこれ、どうなってんの？キャロル、静かに。今ノワールに検視してもらってるんだ。いやいや、なんで死んでるの？誰かに殺されたの？キャロル、すまないがロゼを起こしてきてくれるかな。どうやら寝坊してるようだ。大体の検視は終わったわ。喉と目がつぶれているけど、死因は腹部の傷でしょうね。それと内臓の一部がなくなっているわ。生きたまま腹部を切り裂かれている。ただ防御創もないし、抵抗した痕跡もないのが不思議ね。生きたまま。ありがとうノワール。みんな一旦部屋に戻りなさい。このキッチンはしばらく立ち入り禁止だ。いいね。キーパターンだ。こうなんだ。ここで一回扉閉まるからな。そうだね。ロゼが動き出した。地下から聞こえたうめき声といい、ジェフが殺されても落ち着いている神父様。何かあればね。
大人の探り合いをしてるよ。時間的にどうだい？そうね、ちょうど30分ぐらいだから、これで今回は終わるか。終わるか。いや、大人の探り合いおもろいな。おもろい。これはロゼがやってるって知ってるからこそ、なんかそうね、どういう目的があるの、牽制し合って、うん、そう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 。すげー、なるほどな。いや、これ楽しみだな。そうね。ということで、じゃあジェフの遺体の前で終わりますか。終わりますか。ご視聴ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ジェフは二度死ぬ。あ、エンディング5個あるみたい。はぁ、めっちゃある。その、うん、大人視点じゃない方でってこと。今ギャラリーをね、うん、いたんだけど、表で2つあと見てないのがあって、うん、裏が4つは多分あれかな、グレッグの方見るか。そうだね、これが多分グレッグ。そうね、こっちはベティと会話後、ラウンジで温まるまでにバスルーム。あれなのかな、ノアルがやってたのを先に見に行く。ああ、どうなんだろう。パピー。あ、これで、あれ見れんじゃん。見たかったやつ。そうだ。わあ。わあ。めっちゃ美味しそうに食うじゃん。わあ。ブチブチブチって。めっちゃ飛んでるよ、チフムギが。どれだっけ、これか。一番右、それだね。あらペティはこれはどういうつもりだったんだろうね。うん。殺そうとして返り討ちに遭っちゃったかな。うん。あー。あー、内臓出てんね、ちゃんと。出てるねー。これは全然見えてないけど。やっぱ痕跡がない、争った痕跡がないっていうのは、うん、薬で死んだ後に内臓をやられてるっていうことだからか。そういうことだね。さて。はい。やりますか。やりますか。